ズームつめセブンスアニバーサリー1日決定プレッシャーお題ということでやっていきましょう。クラリス、クラリスと言ったらもうね、チップとデールのマドンナ的存在というよりは、僕の中でもクラリスって言ったらな、クラリスこっち行きなさいっていうね、あっちなんですよね。ここまで行って分かる人はかなりマニアだと思いますけどね。はい、何かっていうと、あれですわ。ふい。あれ？なんだっけ？ルパン三世のカリオストロの城に出てくるヒロインね。うん。まあ、あれが、なんか宮崎駿さんの映画作品、映画作品の監督の第1号なんですかね。うん。で、まあ、その後にスタジオジブリで風の谷のナウシカとかそういうのをやったりとかしたっていう話ですけど、まあ、クラリスとナウシカどう見てもドイツ人物みたいなね、まあ、どう見てもありすぎかもしれないですけど、まあ、キャラというかその風貌が似てますよね。うん、まあでもカリオストロは未だに金曜ロードショーとかでやったりするね、まあ名作だったりしますからね。で、何より最後のコッパンのセリフがやっぱりかっこいい。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたのここ。これで言うとね、こっちの手がいたんで、こっからの皆さんに行きます。はい。まあ、それにしてもね、この、もう一昨年になるのか、シカゴのね、井上真さんも、本当に盛り付け、やっぱり山田康夫さんはじめ、それから、まあ、五郎さんも、向こうへ旅立ち、モンキーパンチさんね、もう旅立ちということで、まあ次々とルパンの名演に支えてくださった方々が出ますけども、やっぱりそれでも20代の僕もルパン最高だなって。つむつむだよねつむつむだよね。ディズニーの話をしよう。次回気をつけます。